祭の体験、そういうこと。いや、嘘はいいですよ。いいですか。まあ、はい、そういうことでと、自分ではこの戦災を受けた前後も含めてですね、こうお話ししたいなって一応計画はしてありますので、少し期待に合わない面が少しだけ外あるかもしれませんけど、お許し願いたいと思います。お手元にお配りした地図は皆さんもご覧になっている通り、時代の表現第4週に出ている、青森戦災焼失地域、それにですね、大野の方から大野安田細江に至るなど書いている、こちらの方を少し付け加えたり、それから病院をですね、市街の中に、そこの人病院、それから東西と書いているのは東西病院、今の NTT 電力公社の大きな建物の国道通りになりますが、その筋向かいにあった。で、後々それが、今の市民病院に全体が受け継がれていった。それから県立病院が今の市役所のところにあったというんで、そういうことを付け加えて、起きました。で、もう一つ、県立と書いたところの、斜め下に鳥居を、横に、似たように書いてるんですが、これが浦町神明宮です。で、その神明宮のから北の方へ100メートルくらい、100メートルはないと思いますが、行ったところに私が生まれ育った戦前の、屋敷は柏原家という大変な資産家の土地ですけれども、その上に私の祖父母がその上に建っていた建物を買って、そこで親父たち、おじおばを育て、そして私の親父が長男だもんだから、そこに住んだわけですよ。で、その鳥居のところから点々点々点々点点点と点がついているかと思いますが、南の小夢で大野まで続いていますが、これが20年7月28日の空襲の時に、母と二人で大野へ逃げていった通路です。通路というか、逃げた跡でございます。それからその点線の南のところに火葬場があります。これはだいぶ戦後もここに火葬場がありましたから、焼き場といって、で、今の観光通りを私たちは焼き場通りと言いました。で、その焼き場通りをですね、火葬場の方へ行く途中にですね、鉄工所と僕が書いていたところがあります。間違いなく鉄工所があったはずなんだけども、そのことは全くその後出てこないんですね、地図の上にもね。それから5万分の1の地図ですか、これは昭和18年からですねの地図まではあるけれども、19、20、21になっているかな、ないんですよ。そしてその昭和18年の地図には五連隊も道路は書いてるけれども、五連隊が外されております。
そういう、まあ、地図が、ということで、その結構表はですね、現在あの青森市の水道部が市民病院の向かいにありますね、あの土地がそうではないかなと予想しているんですが、水道部行ってもこのことは分かりません。分かる職員がいません。なおあのこの皆さんのお手元にお配りしてあるこの県図のですね、東北本線浦間地域のところがですね、ちょっとずれていたので私が南の方へ訂正しておきました、浦間地と書いているその域がもっと、北の方に書いていたのでですね、九仙洞に近いところに書いていたので、これをこっち側に直しました。でさてですね、繊細のことですが、私よりも皆さんの方がすでにうんと知っているかと思いますが、20年7月28日、夕方雨が降ってきました。で、私のうちの家族はですね、まず家族者になるのは、祖母、婆様と、それから父、母と、それから兄と、私と弟という6人家族でした。昭和12年、祖父が亡くなった時にですね、まあ、実は今で言うとスーパーストアですね、みたいな何でもこう食料品から何から専売の塩とかですね、そういうのを売っていた、一番最初に醤油を売ってやったのかしらけども、醤油屋子の家だと近所の人たちが言っていたという、商売もやっていて、それは祖母が中心にやっていてですね、で祖父はいつ頃からなのか分かりませんが、あの国鉄総社ヤードにある貨物駅、貨物の方に勤務していた、まあ、当時の国鉄職員でしたね。ですから、で親父は鉄道郵便局、ございますね、連絡船の待合室のね、少し向こうですが、大変珍しい、全国的にも物量第一と、上野の鉄道郵便局よりも物量が多かった、何しろ北海道カラフトが生きていた時代ですから、の職員でしたね。でこの空襲の日にはですね、実際に爆撃を受けた時には私と母と二人しかいませんでした。で雨が降って、まあ強い雨じゃない小雨ですけれどもね、降ってきたので、カチャーティ雨降ってきたはに、バニエアイダイノーティあずますぐ寝るに出てがんだいのおって、まあ二人よりいなかったというのはですね、父が鉄道郵便局で出張中でまずおりません。祖母と弟はですね、祖母の教授である弘前の田舎、小沢というところ、久戸寺のというお寺のある近くですが、そこへ学童疎開の形で行っていました。お分かりですね、学童疎開というか行っていました。そして兄は実は青森にいれば青森商業の3年生であるはずなのに、3年生になるときに
親父の勧めか、あるいはおじの勧めか分かりませんが、おじはその時に普通のそこの郵便局、本局に勤めていましてね、うちの親父は接続郵便局だけども、そういうこともあってかどうか分かりませんが、まあ多分親父がそう思っていたんじゃないかなというのは、実はですね、兄も私も小学校時代から眼鏡をかけている人種なので、軍人の世の中なのに、士官学校みたいなね、いわゆる軍隊の学校に入れないだろうと。そういう、そうすると下積みで過ごさなきゃならんということですね。親父がちょうど青森商業が第二青森工業学校、青森工業第二工業学校というふうに名前を変えて、何しろ、ほら、統制経済で配給制度の時代でしょ。ですから、商人というものが必要なようになりの。それで、商業が工業に変わる。で、その商業学校の、まあ、実は商業学校、あれ、その翌年だったかな、火事に遭いまして、自分のね、学校から原因は分からないけど、火事が出てですね、行動を残してほとんど持ち合ったんですね。ですから、まあ、虚数残っていたところが金あっても大したことはなかった。で、それを使って、いわゆる、通信化を中心とした、電気通信を中心とした、まあ、なんて言いますか、技術者の養成ということに変わっていってるわけですね。まあ、そのことを覚えていたのかどうかは関係でも、親父がですね、結局、私と同じで禁止だから、まあ、いい軍隊の学校に入れないだろうということもあって、東京にある京津省直属のですね、通信学校にいたんです。高和通信工学院。今の東海大学の元にもなっていると言われている学校です。府中にありました。そこへ、まあ、転学していっています。まあ、そういうわけで母と二人しかいませんでした。まあ、実は、私はその空襲を受けたときには、青森中学の1年生でした。自分は小学校6年生卒業の時には青森工業へ行って、まあ、やはり技術者になりたかった子供だもんね、そしたら親父が見つわれ、今軍事の世の中だって白書見たもんな、なんで成長祭って普通教育を受けながらそこから、まあ、実際はその学校では行けないんだけども、まあ、私にすれば海軍士学校だとか陸軍士官学校に受けがいいねがという意味で親父が言ったと思ってるんだけども、それだけの知識しかなかったけども、軍隊の学校というと途中は学生が学ぶだべ、日は士官学校さんもどうぞ嫌いにきゃ。すげえさ。士官学校でも無限に軍隊の学校あるんだと。何だと思いますか？警備学校。警備学校です。陸軍警備学校、海軍警備学校。中曽根が海軍警備学校を卒業してますね。そうすれば、インバティーに呼びだもんな、もしね、合格して、親父はそういうことを思っていたんでしょう。まあ、自分ではどっちかというと、高等小学校もやっと出たか出ないかわからないのに、でも、いやんばいに、鉄道郵便局からですね、初めて の普通局の局長になったと言ってですね、本庄、今はそこなきゃ、思うでなくて、
秋田の秋田の南ですね、うん、あそこの局長になっていいですね、はい、その次の小田邸の局長滝野さん、まあ親父がですな、まあ要するに学校振り目はただねがクロスドという意味なんでしょうな、うんうん、そんなわけで水中へ入ったわけです、うん、まあそのおかげして始業式やってって言って4月にやって7月に学校も私のうちも戦災消失してしまった、うん、で学校でそれじゃあの本使って勉強したか、うん、何も本も何も作る金がない時代ですから、うん、先輩から譲られるとか兄だのが成長して入ってるとかって言えばさこれは良かったんだけども、うん、私の兄は商業さ入ってたんで人だし、先輩らしくしてっていうかね、うん、そういうのもなかったので教科書にも困りました、まあ結局特に勉強しないでこれは下で今展示している女学生と同じで、うん、毎日親、うん、あの親のねホテルの向かって、右側の手前っていうかな、うん、の日一をですね青森中学それから今の北高校青森第一中学校、うん、第一中学校はもともと一生懸命やらせられたくてあのあだ名がドガ中ドガ田の中学校と、うん、ドガ中学校的にまだ16人の中でできた学校ですから、うんうん、ね学校的に何もたってない一回も卒業生出してないような学校が毎日進路方針やってるわけですね、まあ、僕らもその年、当然としてやってそして帰りもね道路をちゃんと来なくて妙見神社のあたりまで来るそうですねあれから私の裏町まで全部田んぼですから田んぼの道を歩いていくわけですよで友達と一緒にカッターがつくにはなカッターがつくのはなってさ、うん、そういう話をしながら、うん、まあ、こう開墾して大蔵を置いてね稲田の上で戻ってくる時にはそんな話をしてでまあその時の校長先生は横山武雄先生でした、うん、あの市長さんだったからですね、うん、えあ、稲田さんだったからはい、あ、稔さんは市長さん。はい。今日館長、図書館長。図書館長。いやった。そうそう。筑地島や。筑地島や。山崎八王ね。あ、山崎八王ね。山崎八王ね。山崎そばで商業の先生でしたから。ああ、ああ、ああ。ああ。山崎岩尾さんも比較的で私の全然近い導入だったんだけど裏町にあったと思いますね。だからほら、横山、あの、松川稔さんの目も私の全然近くです。うん、さて、そういうわけで私と母と二人しか当日はいなかったんですよ。うん、あそうしたら、その、東部軍管区情報ですか、うん、ね、敵地青森にこのね来襲するというような、ねまあ、空襲警報の発令がラジオとして軍管区情報として、うん、東部軍管区情報といったね確かねそう言いますね、うん、あのラジオから聞こえてくるのは先生のご自宅にはラジオはあったんですか、はい、やっとあった。ということはさ、やっぱりあの大東亜戦争始まった時にはなかったの。あそして、うん、その朝6時のニュースですか、うん、それを私は直接聞いていなかった。そしたらいつも学校へこう呼び合いながら行く渡辺勤務元々だったな。元々っていうのがこれ石巻かどっかの人だったけどもね後藤さんがあの東北電力今で言うねだからこう
の課長級なんでしょうな、渡り歩いてる人だから、その渡辺元々くんがですね、橋本小学校へ、ほらあの時は昭和16年だから、そうだな、4年生かその頃ですね、でその日米戦争、大東亜戦争まで行ってない、日米戦争始まったということを言ったんですね。でその時二人で歩いてながら、アメリカだ、アメリカどたつから持てる国だからね、まあ、イギリスだば書いて耳に入れてる、そして日本と仲良くしているのはドイツ、イタリアですね、三国同盟を結んでいるのでですね、三国同盟を結んでいるからドイツがついてるから負けることはねえというのが子供の話なんですが、私たちのそういう会話をしてですね、言ったんですよ。でやっぱりあの戦争激しくなるについて、その、まあ、空襲も近く、ね、なってくる。でその時にラジオを購入しましたね。ですからこの7月28日の空襲のことなんかはそのラジオを通して聞いております。で母としばらくはですね、母語に入ったりしていたんですが、やがて焼夷爆撃がありましたが、私のあのと母のですね、あの、まあ、最初に見たのはやはりこの海岸側にですね、最初投下したんですね。いや、海の水果て我慢ひば命助かるはに、そっちはやらないつなきゃアメリカ海岸さやたねえが。そしたら今日ちょっとあのほら、あんまり空襲、これをもう一回改めてですね、あの人病院に勤めている方、松森茂雄さんですか、282ページから3ページこれ書いてます。そしたらその人病院にもですね、まあ、すぐ裏が昔だったら何もないと言っているくらいの、ね、海がすぐ近くだったのに、海に住んでいた、海側に住んでいた石炭にですね、看護師さんたちと一緒にこの上がって、まあ建物からは出てね、まあ、もちろん患者さんもですね、連れて出ていったんですけど、そしたら、どうも、と思ってる間に、人病に落ちて、うちの中の方にある石炭なんかいうものに置くかなんかにも落ちてですね、こりゃ大変だというようなことで、あの移動したことを書いています。ということで、最初、海側に落ちたのを私たちは確認する。で普通、逃げるというと、田んぼを通って田舎の方に逃げていきますよね。そっちの方は、まだ、焼夷弾が落ちていなかった。だけど、カチャーティ。おう、こっちの子様落ちてるや。これは逃げねえまねって。逃げるわけさ。で、その逃げたのが、た通路が、天線で書いたところです。で、その逃げる途中にですね、浦町行きの西側のところ、あの、浦町行きの、あれから西の方に東北本線あってですね、そこに文とありますね。文は浦町小学校だと思ってください。で、そこまで来たらですね、危ねえせろ
という行為がしまして、一緒に握っている人たちが過ぎた、それが一つ。それからその次ですね、その東北本線のそこの下にですね、今は川が見えないけれども川が流れているんですよ。青森駅側の方から浦町駅の方へ川が流れていって、今あのそこが何ですか、日和公園のですねにつながっていく遊歩道路になっています、ちょっと狭いあの公園になっていますが、そこね、でそこのところに今もそこ下の方は川あるかもしれません。その線路なんかがあるところの下の川の橋、これあの今でいう、我々は税務署通り観光通りですが、そこに橋があったので橋の下に入って水に足を入れて橋の下に入ってうずくもってたんですよ。どれくらいいたかは分かりませんけれども、今すぐは分かりませんが、そうしたらですね、ほのほのつついた油塊が川をに浮いて流れてくるんです、そしたら同じ焼夷弾の中でも油脂焼夷弾、油、油脂焼夷弾という種類なんだそうですが、それが今度こんなところについたら大変ですね、ですがこれではここにもいられないな、価値あって、そして今のこの観光通りから斜めにですね、この道路が今でもそこは昔からあった道路ですが、うちが建ってるんです。そこを行って途中まで行ったら、そこはもう現在の市民病院をの前の通り、買ったですね、買ったの通りを、買った通りの反対側の声ですね、行ったところで、その道路がもう家がなくなって途切れるんです。で、さらに点線をつけているのは、田んぼの中のあぜをですね、通って行ったということです。で、その時に、結果的には火葬場よりももうちょっと西の方に出たと思うんですが、まだそこまで行く前にですね、この鉄工所の近くのあたりか、その辺にあの牧場があったんですね。何という牧場なのか、まあ牛乳屋さんの牧場ですから、本当の、なんで松森の子だったらね、田村牧場っていうのは知ってるんだけど、名前はね、そこの尾子が、牛が放されて、この道路を握っているのが見えましてね、これは大変だ、嫌だなと思ったんですね。でも、どうしたんだかな、牛が先に行ってしまった、その後行ったかもしれませんな。そして大野の本当の本村村へ行きました。そこであの点線を切っていたかと思うけど、切ってるね、そこで割れになって、大野小と書いてますね、その大野小学校、今はそこ小さな公園になっています、大野の市民センターがありましてですね、そこが大野小学校で、その大野小学校に私の母親の、母親は弘前の出身なんですが、の高等小学校時代の同級生が大野小学校の先生をしていたもんだから、連絡を取ったら、その小学校の向かいのお家にね、とりあえず身を寄せろと言われて、そこでその番組を過ごしました。この逃げる途中で青森の町を振り返ったり、
右にこう見ながらっていうと、この町が、こう写真で引いてる、この町が、全部火災っていうかね、赤くなっていたんです。まあ、驚くという、戦争ですから驚くという言葉は当たりませんが、もし今こういうことですね、まあ、非話題のような感じというか、普通の世の中にあったら驚くでしょうね。これだもんね、弘前からも見えたじゃん。五所村からも見えたじゃん。しゃべるわけだよ、その。本当に。本日、その網の強さはどのぐらいでしたんですか？あ、網ですか？網。あ、網は確かやんだ。やんだんだ。はい、やんだ。私の次は。やんだと思います。知っていたと言ってました。夕方はね、網にも全然立ってません。そうですか。何時殺したのかは分かりましたけども、いやいやの僕の中では、そうすれば、曇っていたのかもしれないね。相当曇っていたんでしょう。お月様殿は、お星様殿は全く見なかったね。いや、それよりも、書院団の方があまりいっぱいで、そういう光は異常に、こっちの光は見えないこともあるけれども、天候は夕方良くなかったんです。で、あれが一発、ドッと出ると、あれ一つは何個入ってるんだっけ？処理だ。36だったら。あのバラバラになるんだから。それがバーッとありますね。でそれが私どもがちょうど、この東北本線を越えてからですね、この田んぼ道を握ってた時に、頭の上でバーッと広がったわけだ。そしたら、やはりあの、この、本当に狙ったのかどうかわかりませんが、鉄工所の方へですね、落ちていったんです。さて、翌日ですが、今度は、まあ、当然自分の家も焼けてしまってないはずって言われますが、ないと思って言っていますから、なんということはないんですが、で自分の家だけのことではないのでですね、先ほどのこの天線の始まる浦町神明宮のところへ戻っていきました。まあ、何もない。それこそ、別の、焼けてしまった水道管がここにあるなという程度のことでですね、それから防空壕は、でも、残っていたんですが、中に入れておいた非常用のお米なんかね、みんなこう焼けてて蒸し焼きみたいになってしまってね、ありましたね。でもそれを炊いてっていうか、浦町神明宮のあの水だったのかな、あ、水道はそれでも出てあったな、あの出てて壊れてても水だけは出ていましたので、その水で確か焼けただれたような鍋でやったんでなかったかな、食べたいような気がしますね。まあ神明宮にはたくさんだから人が集まってきていました。ちょっと今ふっと思った時に、神明宮のあの水ね、お手渡り水、あそこのプールの中にも人が入ってなくなったかな、そこはっきりはしません。ただし私のうちのですね、私のうちで用意しているの豪華用水、ちょうどコリプレな用水ですね、コンクリートで作ったね、それには女学生が一人入って亡くなっていました。水はほとんどもあの、まあ、熱で亡くなって、そうですね、今神明宮がここにありますと、でここが九仙楼だとします。神明宮ですよ。
ここのと私の家はここの十文字なんですが、ここの角にですね、その防火用水を置いたんですが、そこになく。で、この道路が私のところで交差しますが、この十文字の近くでですね、その女学生の母親、お母さんが、まだ血の身の、まあ、幼い男だか女だか忘れましたけれどもね、忘れましたけど、そこまで記憶にはないけれども、赤ちゃんを抱いて亡くなっていました。実際の話ですから、その方は、名簿を見ると、清東さんと、清い筋、清東さんとおっしゃいます。その方は、私も書いてた時、まだそのまんまだったので、それからその日だったかどうか忘れましたけれども、今、僕のうちのところの、僕のうちのこの十文字の次の角、これはここを定時路で、こちらにこう来ると、この角のところにですね、借家住まいしていた人だったと思いますが、そうですね、当時幼稚園っても、幼稚園も6にやっているかどうかは分かりませんが、幼稚園は近くにある、ね、青森幼稚園という歴史的な幼稚園があったんですが、その幼稚園には行っていなかったんじゃないかな、まあ、幼児ですね、当時のことですから、幼児であっても、赤い血潮の夜間の、七つボタン、桜に光り、ね、こういうふうにして、まあ、あの、お札金たち幼児がですね、文化を歌っていたんですが、その子がですね、僕が掘り出されたのを見たからなんですが、何ですか、僕もね、やっぱり入っていて亡くなったようですね。で、今一つ、まあ、亡くなった状況とかですね、いっぱい見ていますけれども、あの浦町市民の近くまず、なぜか比較的集中して亡くなった方も多いと言われておりましたが、当時はね。で、まあ、もうちょっと後になるけども、ほら、三代にね、亡くなった人たちを積んでね、そして持って行って、あっちで焼いたと。僕が焼いたのは実際に言っていませんけどもね。で、その一つに、横山みのるさんの奥さん、それから娘さん、三人ですね。この三人の二人が先生してたんじゃないかな。亡くなってですね。で、そのことをですね、まあ、あれこれ10年くらい前でしょうか。この下にある青森市の消防士というのはですね、あれに確か、当時は警防団と言いましたけどね、警防団の家族等で犠牲、消防団もそうですけども、家族にも犠牲になった人がいないかというのをですね、名前書いてるんですよ。そしたらそこにですね、横山市長さんの奥さん、娘さん、名前ちゃんと出ていました。それは、結局は、まあ、内務省を、まあ、国の政治を内務省を通して知事へ、知事から市町村へ。その時に横山さんが、市長代行と、それからの、消防団長をやっていたんですよ。したがって、敵機が来て、ね、焼夷爆弾と落としたくらいで逃げちゃったらいけないよと、町を守れというふうな通達が来ているので、
隣の日曜堂も次の起きるの、うん、私どものところの隣の日曜堂も焼き炉をして、そして一度ありましたけどもね、やっぱり体を壊したら体弱っていたんでしょうな。3年か4年くらい、ね、経ったら亡くなりましたもんね。まあそういうわけで、特に市長さん、市長代行してる横山さんですね、希望団長、奥さんたちの責任を感じて守ったでしょう。それがあだとなって亡くなられたと思います、そういう姿を中学校1年生の時に、見ているわけですね。まあ、まだまだ急戦の、この地図で言うとね、お分かりになりますか、春明宮から浦町行き通り、その中間ぐらいのところの急戦の通りの北側じゃないけど、急戦の通りですね、新名宮から見ると波打ち位置の方へ歩いていくと、まず50メーターくらいのところ、左側になります。浦町行き通りまで行きません。そこが横山実さんのお家です。まあという戦災のその日その翌日のお話ということになりますが、あとは、そうですね、これは配給制度の中だから、配給物資を取るためには何ですか、住民票みたいなものだとかが必要なものだから、そういうものを焼いてしまったり紛失したりしているわけですので、それを今度は証明してもらうためにですね、市役所に行かなきゃなりませんが、市役所も焼けてしまっていますね。で、ほら公会堂、そこにあったですね、まあ、今の塩越プラザですか、そこにですね、確か母親がと一緒に行って、私は外の方に持っていましたら、時限爆弾、そうですね、ここが半町戸ですが、もうちょっと南側だから小見町のあたりでしょうか、時限爆弾のか不発弾だったのか分かりませんが、そういうのにも出会いました。はい。まあ、その後ですね、蓮華寺の地下の方にね、ですから私は青森中学学校も焼けたしね、まあ弟と祖母は弘前へ疎開しているので、私も弘前中学へ転校しました。母も弘前中学の住む下というのだけ500メートルと離れていない、そんなところにいますしね、まあ、実家なので弘前中学へ転校しましたね。だから進駐してきたアメリカ人最初に見たのは、市長隊、軍隊の物資食料を運ぶ部隊です。今はあの日何というのか、ちょっと新寺町から樹木の隣と言ったらいいな、小沢とのちょうど中間点だね、そこで新中学を始めてみました。いつやられるかと思ってね、で女学校はお休みね、それは弘前で退勤しましたね。ああ、その後私の親父とおふくろは、親父の勤めもあるんですから、
その後という僕がまだ弘前行ったのは2学期ですので9月からと思ってください。それまでの間にですね、現在何の因果か分かりませんが、安田にですね、今住んでるのが安田ですが、安田にですね、私のお父親の、まあ、家内が裁縫のできる人で、青森山田高校のですね、まだ高等女学校名乗る前なんだかな、あ、でな、知事書もって言ってたから、青森山田高等家政女学校といった最初のあたりなんでしょうな、うん、その賞をもらってるというか、裁縫が大変できる人らしくて、うん、で、この安田の方がですね、そのおばから裁縫を習っていたという、この因があってですね、おばが安田の相馬さんというところへ行きなさいと。でここで1週間ぐらい世話になったんでしょうかな、うん、だからここから青森中学現在の学校の、うん、野球場、あそこに学校の野球跡の整理に出かけたりしております。だそういう噂、8月15日が終戦ですよね。でその前に8月6日が広島でしたが、その6日、7日か8日にですね、青森中学のグラウンドにいたわけですよ。そしたら友達がですね、新聞持ってきた。もうちょっとあったかもしれないな。で、私のうちはもう打ち明けて別のところを歩いてるから、東日報取ってるわけないんですね。そしたらその、東日報かなんか、ちょっと今そこまでは忘れたけど、その新聞持ってきた人が、うちも焼かれなかったのね。横山校長さんもうち焼けなかったんです。作り道小学校のすぐ隣です。焼けなかったんです。で、そういう人が新聞持ってきてですね、新聞、こうやって、新型爆弾だかなんだかで、図のことされた、でも被害はこのとね、あの通り書いてないんですが、それからいくつかしたら初めて原子爆弾の原子という言葉を使う。僕は1年生だし物理科学まだ習っていないしね、原子というふうにそれ読めないわけですな。腹子爆弾だ。腹子爆弾というのは大野に原子さんって多いもんね。そして実際原子君ってさ、大野田が高田から来てるんですよ。と来てるね。だから原子爆弾だって思う。そういう珍しい体験。つまり原子爆弾なんて市民が一般に口に出せるような、まだそこまで物理科学が市民に行き届いている時代でなかったっていうことでしょうな。あ、時間すぐに進まって。あとはの今ちょっと推理なのでというか失礼ですが、市内では南口小学校はそっくりそのまま爆撃を受けないで残った学校です。それから秋の星がそうですね、女子商業学校、私立の女子商業学校、これが秋の星の名前。堤小学校も医学専門学校、官立医学専門学校、野脇小学校。野脇小学校の所に医学部のね。そうです、そうです。はい、栄町にあの陳田さんがあるでしょ、はい、あそこの当主、私と同期生で、で昭和19年にというと6年生の時代ですね、6年生の時に結局学校なくなったわけですから、6年生だけは成績の良い橋本小学校に越して受験にすごい良いね、6年生に越して陳田君は野脇から来た生徒たちの学級だけれども、私とは隣、学級が隣だったけどね、そういう人が、
ておりましてね、うん、この校舎は焼けなかった。それも今日は持ってきておりました。あの筒井女学校っていうのがあったんですよ。あの家庭女学校、赤いネクタイでね、そこの筒井女学校ね、はい、そこの生徒と、はい、あの生徒と引き受けて、明けの星に乗るの全身の君、はい、学園もあのそこも引き受けて合併して明けの星に出てきたんです、はい、あのね、今お話ししてみますね、小学校ありますね、女子の、あの国道通りを筒井橋を越えると、すぐ左側にですね、すぐっても見えないけれども、阿弥陀寺というお寺があります、ね。その阿弥陀寺の横にですね、堤橋女学校、古い名前は共生女学校って言ったんです。教育の教で成田のまり、共生女学校って言ったんですが、堤橋女学校とその時代には言っていました。あの私、いとこが入ってたんで、えいとこが入ってたんですよ。私、一つ年で。あ、僕あのいとこが、あいとこ、うん、それでのそこで新婚となったのって明けの星で明けの星で、はい、そうですそうです、合併して明けの星になったっていう。でね、その堤、うん、橋女学校はですね、校舎焼かれて、そして原別小学校で仮の学習をした。あそこに焼けたんですか、うん、その後明けの星ですね、当時の名前は私立の、私立の女子商業学校、男子商業学校なくなったの。あの、ディギー学院だ。ん？ディギー学院って名前。ディギー学院の次に、ディギー学院であったのが、戦争が激しくなってきたときにですね、あっちのアメリカ文化をですね、できるだけ。だって、ミッションスクールだもんね。ミッションスクールだ。同級生の姉さんがそこ入ってたので、強く遊びに行ったら泣かしてるんです、うん、そうですね。うん、あのちょっとの間だけでもさ、女子商業学校と、この教習を受けてるときには、それは知らなかった、うん。女子商業学校と言ってるんです。で、そこ卒業したら、佐藤なんとかさんっての、今としてるかね、あの、お似合いの、あの、上手な方で、その人が、あの、すごく有名で、テレビにもいっぱい出たりした。普通の学校も。普通の国学院卒業の方で、普通の学院卒業しました。だから、国学院だ。だから、ああ、ディギー学院卒業の方もいるんだと思ってびっくりした。ディギー学院という名前か、高等技院か高等がついてね。あの、あそこミッションスクールで外人さんがね、テイクダウンで、生徒の外困ったってね、私は。いや、ほら、カナダから外人の教師さんが来ていますから、帰ってしまってはいいですが。でも、アメリカが進駐してきたときに、あそこを司令部に貸してくれないかと言われたんだそうです。そしたら、さすがに学校だ。しかも、ね、同じ、クリスチャンの人までいるわけじゃないけども、ね、クリスチャンの立場からもですね、これほどね、青森が焼かれて、ここね、私の学校には、あの時は東欧火星女学校と山田高等火星女学校が、一緒に勉強させてもらってるわけですよ。あ、うん、でそういう状態でしょ、ね、隣の浪江小学校と立派な鉄筋コンクリートの学校ですからね、だからそっちには行かないで技芸学院に行ったんですな、そしたら、うん、こと技芸学院の方ではお断りするとはっきり言った、それで公会堂の方に来たみたいな、なかなかでも出席ですよね。初めからさ、青森市役所がここにあるのに、そこで新中がさ、余業じゃ、入らなかった、うん。ま、というようなお話ね。うん、で、今言った堤橋高等女学校というのがですね、実は普通科の私立の高等女学校なんですね。火星学校でなかったんですか、うん、火星か、中にはどうかわかりませんけども、普通科なんです。ですから、六三制が始まったときに、大変先生不足したわけですな、国でね。だから、助教たくさん必要になったときに、あそこの人たちには普通科なのでですね、英語とかそういうのも勉強してるから、何ですか、いわゆる助教となってですね、こちらばってもらったんです。これ青森の人たちはそんなに入らないけども、周辺の田舎の人や、それからほら、軒地とか、上北郡の方などですね、で、
すぐには剣術高等女学校、それから私立高等女学校、伊門中高校ね、そういうところに入れなかったという人たちがそこで学んだんです。それとね、あの東大加瀬女学校、あそこね、市販部があったんですよ。市販部、うん、そう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 。それであそこって言ってね、家政科の先生になって、うん、そうそう、家政科のとか、うん、裁縫の裁縫とかね、あの、うん、免許を取り受けてもね、それ以外はまた取れないわけさ。だからあの農村のことですごく入ったんですよ、はい、その裁縫やるってことで、はい、まあ、うん、そうですか、というようなこと。うん、まあ、あと、あと、こっち側は長島小学校の古い鉄筋の建物で修復したやつですね。こちらは古川小学校ですね。であの青森県県ね、県庁の県、うん、で、いわゆるその、例えば、議事堂をですね、あの県庁の中心的なチームを修復するためには、それなりにまた窓枠にもちゃんとはみなきゃならないわけですね。で、そういうこともあって、大工さんをですね、必要とした。青森はもう、きもなんもなければ、だいぶも独断にいないという、そういうことでですね、鶴川小学校を使っています。そして実際にあの県庁の出先というか、出先ではないんだけども、その県議会議事堂の他にですね、ね、地元のところとして長島小学校を使ったんですね。で、東日報の記事ですけれども、校舎に居座る館長。そもそもこれ、わみしちゃったか。あんだが、あの、アドリブ生で見るやつ。ね。だから、生徒たちは腐らせで、外でびっくりする。そういう状況が、これが、これも繊細ですよね。はい。それから小学校改築したけ、大工さんたちの家族を止めなきゃならない。ね、青森大工さんたちはその自分の器がねえもんだと思う。はい。これはあまり必要でないんで、これはもう現在の中央郵便局のところにあった。附属小学校、卒業者じゃないですか。主ないました。うらやましくなるですよ。あの小学校から、ね、ここと新町はさの女性と塗りは青森の粉もガラスでね、あまり立派で。だからできたんだそうですよ、はい、新町と。新町だったら、まあ、もちろんこれもなくなってしまっていますが、この建物はですね、浦町村が青森市に合併した頃に建てられて、青森市立浦町尋常小学校というやつの最初の建物なんですね。で、それが女子班の付属ができるということで、青森市で県にこれを移管した。その建物です。それが当然、学生からね、ねまあ、中央郵便局のね、中央郵便局の右の角のところに、ここに鶴岡小学校がありましたよという石碑、小さな石碑があります。ね、このこっち側には、女学校がありましたよというね。ちっちゃいのね、もうちょっと大きいのやるべき。はい。あるうちなんだけやったね。よかったけど、ちょっと。これは男の師範学校の、鶴岡小学校です ね、 大丈夫ですね。この小学校はまだ目立たないんですが、今言った女子師範鶴岡小学校は大正時代にですね、いわゆる大正デモクラシー時代のですね、教育では東日本でも一人を争うくらい有名な中身のあることをやっている、まあ、その時の中心人物が
青森市長も、あの、水素空襲のその日に、市長さんに就任した柿崎森太郎先生です。校歌の歌詞も、鈴木小学校の校歌の歌詞も、この方が使っています。はい。ちょっとワンフレーズ。ワンフレーズ。諏訪神社の方はそうですね。そこついに神住んで。特定施策というのはいないでしょうが、あの鈴木小学校の人たちは学校焼かれて、ね、でその人たちはどこで勉強したかっていうのを随分調べたんですよ。そしたらこれはあの八重田合浦公園の裏通りっていうか、はいはい、ね、八重田、ね、裏通りね、あっちの方に大和山の禁酒所があったんだそうです。そこを男が男の生徒用に借りた。で男、じゃあ女はどうしたのって、うん、そしたら工藤忠志市長、はい、のうちを借りたと。今もあると。今もあると。そうそうそう、今もある。そのうちは。ああ、立派な、立派なっていうかね。大きい。そうそうそう。まあ、当然開けてないから使わせる。そうですね。あの東郷の線香行ってね、あの、なんですか、栃木学院だとか、何年次教育の方に開けなかったからね。で、あこ道路、なんだ、あそこ、何年次銀座、あの道路一本左ってた隣が市販学校なぎさ。そうです、こっちだもんね。市販学校、それで。何年次教育の道路こっち焼けちゃったんだもんね。今、ここに、あれ。これはとっても、それから戦災復興の話になりますが、ちょっとだけね、もうちょっと時間ください。戦災で焼けた浦町小学校はこれなんです。明治43年の大火の時に作っていたんです。で、それは、これは新しいことですから。この高等小学校、あ、浦町、もともとは青森高等小学校。高等科だけの学校。それは橋本の小学校のところにあったわけですよ。で、それが、タバコ町小学校が、火災で焼けて、そして、まあ、校舎を借りて、その高等小学校、橋本の小学校に来て、タバコ町小学校が橋本小学校と名前を書いたわけです。現在のタバコ町の小学校ではありません。昔のね。ええ。歴史的にはすごい違います。そして、橋本小学校が、と名前が変わったのが4月だとすると5月に火事で焼けてしまった。そしてその時にほら高等科に入る、まあ、いわゆる市民の意識が大変高くなっていたんでしょうね。それで現在の浦町小学校 の近くの児童公園にですね、この建物が建てられた。で、これが空襲で焼きた。橋本小学校も空襲で焼きた。でも、橋本小学校は、昭和23年かな、比較的早く、青森では一番早く、新しい学校としてはね、建物としては作られるんです。平屋建ての校舎建てた。そして、浦町の人も当然ですね、当時浦町尋常高等小学校、女の高等科は浦町、男の高等科は波打ち、言っていた時代です。で、ところが、浦町を復興させるという市の動きが
なかったもんですから、浦松の人は慌てた。それで、なんとかならないかと言ったら、秋田県でですね、戦争中に徴用として使った職人たちというか青年たち、その人たちを学ばせた青年学校の建物があるということが分かったらしくてですね、その建物を、買い取ったかもらったか分かりません。青森まで運んできて建てたのがこの佐世保のです。それで浦町小学校が、復活した。でなきゃなくなるところがあった。新町小学校と同じような受け身に遭うかもしれません。はい。これも精細ですね。それから、今度は一番残念があったのは新町ですが、はい、島津小学校の女性と、見てください、これ卒業式かなんかの時なんでしょうけども、ね、とても、ね、私が橋本の小学校に、そうだな、3年かな、もの、そうそう、昭和17年頃かな、その頃というと、まだ着物着て学生っていうのが2人が3人いずが消えるんです、その時にこんなね神座のおとみだけいたのがの新町小学校建物は青森中学が学校へ白亜の母校を作る校舎を作る前の校舎ですね。それはね、でまあ、覚えている人はこういう、ちょっと小さくて見えないでしょうけども、周りにこう柳みたいなのがこうね緊張に面した方に立っているのね、こういうやつとか、それからこれ私はわざとこれ入れておいたんだけどもさ、山田浩一郎さん、青森中央短期大学にも教授をした小一郎さんの昔の新町の一個も入れてあるんですが、さあこの学校が焼けてなくなった。そして古川小学校で、仮にですね、席を置いて子どもたちは勉強したんですけれども、ところが学校制度の改革、独産制ができて、結局、なんですか、就学児童数が増えるわけですね。6年間だったのが9年間になるんでしょ。そのうち、昔は高等科へ進む人もあったから、そうですけれども、旧制中学へ進む人もみんな、新制中学校3年生入る気にならない。先生が大変不足する。そういうことで結局校舎不足して、それから中学校が制度の下で最初にできるんだけれども校舎がない。で古川小学校の校舎を一部借りて小学校でも不便をする、中学校でももちろんです。そういう状態が続くんですが、それから中学校に校舎ということで現在の鶴川中学校のところに作った木造校舎、これ昭和48年まで建っていた校舎です。多少ね、そうそう材木だのまだないような時代ですから。でこれはですね、実は私がその中にいた時に体育館を新しくするためにですね、古い体育館を壊したら、なんと、すごいね、こういう、ほら、ぬら札があったわけ。現在、これは松原にある、獅子品算室に収めました。ありますから。
ものが。でこれを見てみますとね、ここに青森市立新橋小学校校舎新築とはっきり書いています。それから横山みどり市長さんの名前も出ております。まあこういうものも証拠としてあって、青森市としてはあれは、要するに新町小学校を復興させる予定であったんだけども、六三水に飲み込まれたと言った方がいいでしょうね。はい、こういうことです。そしてこれはの戦災を記録するかこちらにあるんですが、これは県庁の方から県会議事堂から見た焼け跡ですね。新町小学校の焼け跡で、ここに火の見やががあるから間違いなく新町小学校の焼け跡ですね。それから先ほど野脇小学校のことちょっと取りましたから、これが野脇小学校の建物です。戦災は免れました。その時はあれ官立医学青森医学専門学校ね。でこれにはこの残って医学専門学校が潮崎行ったのは県立病院が続く病院だったのに、これがなくなっちゃった戦災でね。それでやむなく弘前市立病院を鶴見小学校が鶴見病院にしたということですね。でその後ですね、どのようにこの校舎が使われたかというのを書いてる、恐ろしいですよ、ね。まあこれも県内の人だけの私が評判やらまとめてですね、この学校に入ったのが陳田良作さんという、ほら、境町の陳田さんです。私も入ったの、この学校の学校、私も入ったの、4年の1月までいたの、そこ入ったの。おこれはこれは橋本小学校がいっぱいになって、田子小町小学校と野脇小学校2つ作ったの。その時は私も入った。あ、そうですか。でうちの姉は育成で野脇小学校に来る予定だったのが、工事が遅れて完全に6年まで向こうにいて、近所の子に好きなくてそっちじゃった、だから姉たちが儲かったわけよ、はい、変わらないでね。私らはその後6年後に入ったから、うん、6回目がなんか昭和12年に竣工したんだよ、うん、田んぼでね、道路悪くてね、あそこね、ご覧ください。伸びる。堤小学校の名前で書いておきどこいるの。あ、校歌を歌ってるんですよ。野脇小学校の校歌を、高田小学校に歌ってる。そうそうそう。歌ってるんですよ。うん、今、堤小学校で歌ってるんですよ。そうそうそう。そうです。それでね、中央センターに行って、はい、私を1回やってた時に、はあ、堤小学校の生徒の人が、あと何年生って言う、2年生って、いや、はあ、校歌これですねって言ったら、おおってびっくりしちゃって、私が歌ってたら、私が歌ってるんだよ、で、どうもありがとうって、ね、話して終わったことも。じゃあ、最後の方ですけれども、まあ、実は、本当の幼稚園という名前で、青森市にできた幼稚園ですが、これは、現在の農業、商工会館、商工会館が税務署でね、その向かいがこの青森幼稚園という幼稚園です。僕らは裏町に住んでいるので、裏町幼稚園って言ったんだけども、青森幼稚園です。私はちょうど、まあ、自分の家で店を辞めて貧乏したので、これには入れてもらえませんでした。姉は入っています。人力車みたいな馬車をね、引くおじさんがいて、でそれに印字を乗せてね、今の印字バスだね、そういう配下のところも。それがね、
松原に戸建ての木材の実家があって、これが子供さんが毎日行くんです。はっきりした証拠はないんだけども、なぜこうしなかったんだろうというと、その一つにあのほら太平洋戦争の時にどうも隠すくなったわけですね。それでこの幼稚園が税務署側の方が、まあ、つまり農業会、あ、商工会課の方は衆議院で、その向かい側の方が衆議られたという事情があったんだろうと、それもあってですね、復興しなかったんだろう、はい、でここにさよならというあの歌を書いておいたのはですね、まあ普通の学校であれば、学校であればこれは校歌みたいなものですけどね、今日の勉強も済みました、みんな連れ立って帰りましょう、明日もまたまたここに来て楽しい勉強いたしましょう、先生ごきげんよう、さようなら。やっぱりでも入らなくても姉が歌っているのを聞いていると、ですから私が水中青森中学の校歌を覚える前に青森商業の校歌を覚えています。昔は高齢極めし高尊ね、少しで入る、まあ、そういうものですね。でそれはいわゆる演歌なんですか、演の幼稚園の、あ、これはですね、学習院で、学習院で歌っている歌なんですね。ただし学習院の演歌ではありません、学習院の幼稚園演歌ではありません、ね、学習院 の歌の歌集 に載っていて、学習院でも歌っている歌なので、ここの最初の先生になった人たちが東京で勉強するのね、うん、ですからこういうのを学んできて教えて、で帰りにほらここが体育館講堂、金講堂ね、そこにいて歌ったようです。だからそこの幼稚園行った人が、ほら戸建て木材の、あ、戸建て木材の、あの子供さんたち二人ね、あの夢の場所ですっかりきれいな、あのちっちゃいまでね、あのそこにあの氷を刺すんです。それで経営をしてね、上品な子供が二人でその人がだ帰って往復帰っていくとき帰っていくとみんなもうまとまるとそこに見に来る子やったら、私も見たの一回、はい、それ幼稚園入れないもんだからね、それすっからの夢の場所だと思ったね、あの歌と同じの夢が、まあその他繊細はいろいろ、まあ、生活なのにこう当然のこととして災いをもたらしましたけれども、実はこの昭和23年にですね作られた輸入食料物資感謝の歌というのが、東日報の編集局整理部長則田光三さんという方の作詞で、相馬光雄先生、この先生は東北高校でも先生、あの戦後間もなく先生をしたり、それからもう学校、高学校、高学校、うん、あのあっちの、原光の方だったか、あっちの方にあの諸学校あるな、モル学校で飲んでた、モル学校、モル学校だか、やだまいです、あそこにも先生したんじゃないかな、その方がこの作曲してるんですが、で東高校の生徒が歌っている歌です。こういう歌ですね、ララブスというと聞いたことのある方がいるでしょう、それに対する感謝の歌なんです。それからまあ言わなくてもお分かりになるように、柳町の観音様のですね、ちょっとお聞きしていいですか、その観音様どっち向いてましたでしょう、北を向いていた、北ですかやっぱり、はい、私
あれもどこ見れば北なんだよね、うん、これなんで北向くんだろう、東か南でなかったんだよ、うん、なぜなんでしょうね、港を向いた、私はさやっぱり港だと思うね、県庁も北向きだったでしょ、うん、はい、そうですね、ね、はい、ですね、ですからそういうことと関係あると相馬さんとお話ししてこれもほら相馬光雄さんが東高校にいた時に作曲して、東女学校の生徒たちがこの開吟式の時に歌った歌なんです。ということで私の話ダラダラとなってごめんなさい、終わらせていただきます。いやいやいや。